ウアリブーメディアン空港とは、アルジェリアの首都アルジェにある、国際空港。アルジェリア航空の本拠地である。空港の名前は、アルジェリアの第二代大統領だったウアリブーメディアンに、ちなむ。単に、アルジェ国際空港とも呼ばれる。アルジェの市街地からは東に、約17キロメートルほど離れている。1924年に開港。当時のこの付近の呼び名から、メゾン。 ブランシェ空港という名前で呼ばれた。第二次大戦中は、ビシーフランス軍が守備していたが、統治作戦で、米連合軍に占領され、占領翌日には、イギリス軍の戦闘機体が進出。その後も北アフリカ戦線の有力な航空拠点として終戦まで使用された。1962年に、アルジェリアがフランスから独立すると地名から、 ダルアルバヤダ空港に解消。さらに1980年に前年死去したブーメディアン大統領にちなんで、現在の名に解消した。現在では3500メートル急滑走路2本と4つのターミナルを持つ。ホール1ホールに N5 高速道路、または N11 高速道路が接続している。アルジェ市内との連絡は30分おきに、 運行されているバスかタクシーを利用する。アルジェ国鉄が運行する近郊電車の駅は若干離れており利用はしづらい。なお、2019年現在空港に直接乗り入れる空港連絡鉄道の建設が進められており近日中に開業の見込み。また近い将来にはアルジェ地下鉄の乗り入れも予定されている。ありがとうございます。